レルックシュルブローニは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、バンデ県のコミューン。この地の起源は、ガロローマ時代に遡ることができる。語源学によれば、ルカスとは、聖なる森を意味する。この定住地は、ケルトの人々にとって、重要な信仰の地であったと信じられている。プティルックの丘の上では、ドルイド信仰に用いられたであろう詩の祭壇も、見つかっている。 レルックシュルブローには、バンデ戦争中の1794年2月28日、地獄部隊によって大量虐殺が起きた地として知られている。プティルックの礼拝堂にある礼安室のプラークには、この事件で殺害された住民564人の名前が刻まれている。この出来事を記念したメモリアルドラバンデを訪問することができる。メモリアルがオープンした際、 旧ソビエトンの作家アレクサンドル・ソルジェニーツンは、フランス革命時に恐怖政治を遂行した、政治カラーを突き動かしていた精神を、ソビエト全体主義と比較するスピーチを行った。1861年6月18日、レ・リュック・シュルブローニュの面積の一部が、ロワール・アトランティック県のルジェに割上され、県境が変更された。参照もと、 1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE ハットリル e n 2 0 0 8 2 0 1 4ありがとうございます。